アンドレアドーリア旧駆逐艦。アンドレアドーリア旧駆逐艦はイタリア海軍のミサイル駆逐艦の艦級。フランスとイギリス共同で計画を進めたホライズン計画のイタリアにおける採用艦である。1980年代後半、イタリアを含む NATO 加盟8カ国の海軍は NFR-90 構想の下で、 フリゲートの国際共同開発計画に着手した。しかし計画の過程で各国の要求事項の際が顕在化し、1989年、イギリス、フランス、イタリアが相次いで計画から離脱した。残る5カ国は計画の続行を試みたものの、1990年1月18日、計画のキャンセルが決定された。一方、 NFR-90 計画から離脱した後も、イギリスとフランスは、それぞれ独自に、磁気防空間の開発を進めていた。1990年に、両者は合流し、英仏将来、フリゲート、A3 回、アングロ、フレンチフューチャーフリゲート計画が開始された。そして1992年、イタリアも加わってスタートしたのが、ホライズン計画である。 独自の艦隊空ミサイルを採用した対空武器システムとしてのパムズを共同開発し、これを共通設計の船体に搭載することとしていたが、細部の武装については各国が独自のものを搭載る計画であった。船体設計の意見の相違から、1999年にはイギリスが脱退したものの、パムズの開発には残留した。その後、 フランスとイタリアのみで計画は続行され、完成したホライズン型防空フリゲートのイタリア側の建造艦が本級であり、2000年11月26日、2隻が発注された。戦型は朝鮮首労型を採用しており、ダメージコントロールのため、4個の大区画、24個の小区画に区分されている。またレーダー反射段面積、RCS や赤外線副車、 水中放射殺音など各種シグネチャーの低減策が講じられたステルス管となっている。なお居住区は230名分が確保されており、15%までは女性乗員とすることができるほか、外科、鹿にも対応できる病室を備えている。当初、ホライズン計画艦は先進的なコドラック方式の採用を検討していた。この計画では、 ガスタービンエンジン2機とディーゼルエンジン4機で交流発電機を稼働させ、この電力によって電動機が駆動することになっていた。しかし1990年代中頃には他の方式も模索されるようになっており、イギリスが離脱した後、結局、ホライズン計画艦には最も技術的リスクの少ないコドック方式が採用されることとなった。なお、イギリスは逆にコドラグ方式より、 さらに先進的な統合電気推進 IF を用している。本級では、巡航機としてセムットピルスティック 12PA6、STG ディーゼルエンジン、短期出力 5850bhp、高速機としてフィアット、ゼネラルエレクトリック LM2500 ガスタービン、27500shp を組み合わせて搭載している。 なお、精密な相関に備えて、出力 550kW のバウスラスター1機も設置された。なお、現、ユラ装置として、フィンスタビライザー2組を備えている。電源としては、VL-1716T に ME ディーゼル発電機4機を搭載した。中核的なセンサーとなるのが、MM、スパイ -790、インペハータ機能レーダーである。これは、 パッシブフェーズドアレー、ペーサーアンテナを備えており、C バンドで動作する。また早期警戒レーダーとして、L バンドの S1850M 対水上捜索用として、X バンドの MM、SPS-791、LAN-30X、I も閉鎖される。ソナーとしては、MUS-4110CL をバウドームに収容して搭載する。DCNS と、 アレニア社の共同開発による戦術情報処理装置 CMS を備えている。また戦術データリンクとしてリンク11.1416に対応するほか衛星通信システムも備えている。上記の経緯より本級の中核的な武器システムとして搭載されるのが PAMS であり、本級の搭載システムはフランスイタリア海軍の運用要求に則っ,ったもので、 サムズの形式名で種別されている。その火力として用いられるのが、アスター艦隊空ミサイル、サムであり、長射程型のアスター30と中射程用のアスター15がある。これらは48セルのシルバー A50VLS に収容される。標準的には、アスター15が16発、アスター30が32発搭載される。艦砲としては、 62口径 76mm 単装速射砲、76mm スーパーラピット砲を採用した。フランス艦と同様に、環境直前両限に一機ずつ設置したほか、本級では、上部構造物後端の右側にも33番砲を設置した。これに合わせて、X バンドの二2 5 x p 砲射撃式、装置も、 全症上部のほか33番砲の直前にも装備されている。また、近接目標への備えとして80合計2 5トル、機銃、エリコンオートマトラクバも搭載される。対艦兵器としては、国産のテセオマーク2艦対艦ミサイルの4連装発射機2機を装備する。対戦兵器としては、MU90 単魚雷のため、イタリア海軍で標準的な B515。 3324mm 連装魚雷発射艦2機を備えているが、ステルス性確保のため、普段はシャッター内に格納されている。また、対魚雷用のスラットも装備されたが、これは栄光式のアルト魚雷警報装置と、コントラアルトデコイ発射装置から構成されている。船備艦板はヘリコプター艦板とされており、n f h 9 0または、 o う百一紹介ヘリコプターの運用に対応する。ヘリコプター艦班には TC アシスト着艦高速、機体移送装置を備えている。イタリア海軍では、アウダーチェ級駆逐艦及びすでに退役したアンドレアドーリア級巡洋艦の更新用として、当初は6隻、後には4隻の建造を予定していた。しかし1993年12月、湾岸危機を受けた。 金融措置の煽りで、アルティリエレ級、アラタメルポ級、ソリダティ級とも4隻がイタリア海軍に編入されることになったことから、そのための予算を捻出するため、建造数は2隻に削減された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。